つも通り勝ちに行く姿勢を見せたいと思います。ワンチームワンミッション。チームとして結果は出てないですけど、まあ誰一人外れることなくチームとして続けていくことが大事だなと思います。そうですね、まあ相手もちょっと熱い試合で足が止まってからスペースができたんで、また最後まで走れるチームではエスパルスはあると思うんで、はい、まあ怪我はありましたけど最近は長い時間プレーしてまして、まあそんなでなかなか結果が出てないんで、そこだけはやっぱみんなと一緒に責任を背負っていきたいなと思います。やっぱ若い人だけだとやっぱり困る時があると思うんで、まあ僕含めれば僕の上の選手もいますので、そういう人たちの力が必ず必要になる時が来ると思います。こういう苦しい状況の中だとどうしてもこう気持ち的に辛くなったり、まあ、サポーターの気持ちに応えたいとかそういう気持ちで焦りが出てしまっている部分が今あると思うので、まあ、それはやっぱ取り除くのは難しいと思うので、できるだけ少しでもリラックスしていつも通り勝ちに行く姿勢を見せたいと思います。今は前めのポジションやってますし、試合中に後ろに下がることもあるので、もう本当に中盤としてチームを機能するようにその都度選択肢を変えてプレーすることができます。本当に今団結力は求められていると思うので、誰かのせいにすることなくみんなでやって続けていくのが一番かなと思います。最近は少し辛い思いもさせてしまっていると思いますので、スッキリ向かってみんなで勝ち抜きできるように頑張りたいと思います。今ホームでなかなか点も取れてないので、まあ、チームとしてみんなで迫力ある試合ができるように頑張りますので、熱いサポートよろしくお願いします。ワンチーム、ワンミッション。